て赤い玉を玉結び。今日はコラムニスト小田島隆さんの週刊日本の空気です。小田島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。今日のテーマがですね、小田島さん、はい、自分はこうなりたかったのにと、いうことでいろいろと伺っております。私いろんなコロコロ子供の頃変わってたんですけど、一つ覚えてるのは考古学者になりたかった時代が、考古学者、多分半年ぐらいしかない、ありましたよ。私もありましたね、考古学者、ね、憧れた時、化石を地道に木のヘラでね、シャ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 ってね、こういう地味な商売もいいなと思って、ね、あれ憧れますね。でも小田島さん、今みたいにコラムニストになる前は前のあれですよ、あの放送業界で働いてたんですよ。一瞬ね。でも一瞬だけですか、AD さんみたいなもんですよ、はい、それが 2年ぐらいやってましたかね。社会がそれがスタートなんですか。いや、一番最初はちゃんと、新卒で食品会社に勤めましたけど、コーヒーの会社に。そうなんですか。それで半年で辞めちゃって、へえ、30ぐらいまでブラブラしてました。分かんないもんですねって今本を書きになる人になってるっていう、今に至るっていうね。3時までブラブラするっていうことはとても大切です。あ、はい、3時までですかね。ブラブラは35ぐらいまでブラブラ、35までは許される範囲ですから。やっぱりなるべく長くブラブラすることが後の成功につながると思う、はい、ああそうですか、うん、嘘です嘘です。嘘を電波でこんなに堂々と。はい、さあ小田島さん、はい、どうですか最近は。もう今週はね、忙しかったですか、うん、今年で一番忙しかった、この時期が、なんかいろいろ偶然なんですけど、ゴールデンウィーク前で後ろに倒れてくるものと、あと前から引っ張って後ろから引っ張ってきたものと、締め切りがせめぎ合ってお互いに、ああそうだ、普通にこなしてればこんなことにならないんですけど、伸ばしちゃいけないものを伸ばしてきたりとか。いやでもやっぱりね、仕事っていうのはもう締め切りが直前に出来上がるというもので、締め切りがなければ仕事は成功ね、稼いしないっていう。大変ですね、小田島さんみたいなお仕事の方の締め切りって言葉は大変ですね、確かにね、気にしないことですね。気にしないとね、困る人もいますからね。さあ今週も小田島さんにあーだこーだ言っていただきましょう。まずはですね、こちらからです。先週土曜日に新宿御苑で安倍首相主催の桜を見る会が開催されました。各界から招待された1万4000人が参加し、そんなに参加されるんですね。安倍首相挨拶で、給料の上がりし春は八重桜という自作の句を披露されました。ということなんですが、小田島さん、これに関してあだこうだございますか。これね、俳句として出来が悪いってことは、これはもう一目瞭然。てか多分あの学校の先生が点数つけたらこれ0点ですよ。あ、そうですか。だってあの春は八重桜って、八重桜と春と2つ入ってるでしょ。あ、季語が、季語が、これ中学1年生で気重なりって2つ入れちゃいけないよって話なんですよ。あ、そうか。俳句ってほら17文字しかないから、はい、あのこういう重複だとかすごく先、あの17文字しかないんだから、無駄な文字、一文字でもあっちゃいかんっていうぐらいな作り方のもんですから、まあ、あと何よりいけないのは、まあ、技巧的にまずいとか文法的になんだとかっていうのは素人の句なんだから別にいいんですよ。だけどテーマとして給料の入れてるでしょ、でこれはものすごい野暮じゃないですか。あ、なるほど。もうちょっと俗世間すぎるって感じですか。そうそう、 あまりに俗っぽいから。だってそもそも首相主催、あの総理主催の桜を見る会って毎年ずっと恒例でやってて、一応建前としては園遊会と対になるもので、各会の、活躍した人を招いて、春の一番春爛漫の桜の時期に、俗世間のことを忘れて一つ、あの春の到来をこと本望ではないですかってことです、だからあんまり俗っぽい話じゃなくて、ちょっと風流なことを言いましょうよみたいな。そうですね、設定あるわけですね、そこなんかもう土足でゴリゴリ踏みにじった、なるほど、ゴム長靴で踏みにじったみたいな。もうだって春八重桜って言った時点なんか、消費税の 8% をかけてんのかなみたいに、ちょっとね思ってしまうぐらい、かもしれないですけど、で私これ俳句が下手なのはね別にしょうがないと思うんですよね、誰に作れって言ったってそんな上手に作れる人は今時あんまりいないですよ、だからあの安倍さんが下手な俳句を作ったこと自体は全然責められないんですけど、ただあれだけの立場の人がこれだけ準備する時間も、あったはずですから、あの前々から開催することは分かってたわけですから、とすれば相談する人がいたはずなんですよ、でこれ作ってどうって言って、したらちょっと首相これないっすよと
これ全然ありえないっすよって言ってくれる、うん、側近なり、相談する先生なり確かに、ね、がいなかったのかっていうのが一番私がもうこういう時ゴーストとかいてもいいような気もしますけど、ね、これは作ってもらわなくても、ね、自分で作ったのは、うん、首相この春まずいっすと春抜けましょうか、あとこの給料これありえないっすって言ってくれる人がいないといけないなるほど。だからそれが一番安倍さんってもう周りに相談する人がいなくなってるとか、あるいは安倍さんに物を言っても聞いてもらえないって周りが思っちゃってる、うん、余計なアドバイスをすると煙たがられて遠ざけられちゃうとかって権力者でよくある話じゃないですか、はい、背後からもうそこまで見えましたか、隣のほらキム・ジョンウンさんジョンさんそうでしょ、ジョンさん完全にね、ジョンさん、はい、余計なこと言うとすぐお前なんか粛清しちゃうぞモードに入っちゃってる、はいはい、今ね、でそのまたお隣のパク・クネさんも若干そんなムードでしょ、ああ、うん、なんかそんな感じありますね、安倍さんまでそうなってくるとすると、うん、ケネディさんは、うん、ケネディ目線で私見てますよ、大体ケネディ目線で見てる、見てんですか、ケネディ駐日大使の目から見ると、うんうん、まあ、北朝鮮はあんな風だし韓国はあんな調子だし、うん、安倍さんがまたこんな風に人の意見を聞かない、あるいはまあ独裁とは言わないですけど、うん、なんていうんでしょう、ワンマンな感じになっていってしまってるとすると、うん、結構これ困ったなっていうふうに思ってると思いますよ。そうか、まあ、このね桜を見る会ですけれども、うん、安倍総理大臣は今年の春闘について近年まれに見る賃上げになったと述べた上で、この、賃上げの動きが全国に広がるよう経済の再生に努める考えを示したということなんですね、うん、で参加者なんですが1万4000人と申し上げましたが、芸能界からはHKT48 や女優の三田佳子さん、俳優の津川雅彦さん、ザ・ドリフターズの高木ブーさん、落語家の林家三平さんらも参加されたそうです。へー、なんかこれがよくわからないのは俗な、いやいや俗な話ですけどね、はい、うちの事務所の後輩のワイルドスギちゃんも昨日呼ばれてるわけですよ、ね、そうですか、でなぜ今ワイルドスギちゃんなんだっていうのがすごくこう、竹山さんは呼ばれないんですよ、2年前だったらわかるけど今呼ぶってことはこれもう、うん、内閣というのは相当芸能に疎いなとちょっと思ったんですけど、呼ぶなら2年前であると、うん、でも旬から少しなんとかな時呼んだりするんですかね、やっぱりね、いやよくわからないですよ、僕こういうの一回も呼ばれたことないんで、そうか、で桜を見る会ではその句や和歌を読むのがまあお決まりでございまして、うん、これまで開催された桜を見る会を振り返ると、当時の首相は自作だけではなく桜にまつわる著名な句や歌などを引用しながら当時の情勢に対する自分の思いを述べる慣習があるそうなんですね、うん、例えば2009年の麻生さんですが、はいはい、麻生総理はふるさとに早桜蜜ゆえとえば冬の寒さに耐えてこそあれと、これはご自身で作られたと、うん、なかなかね、うん、書道もね達筆でいらっしゃいますよね、麻生さんはね、うん、なかなかでございます、意外な能力を持ってる、そして2007年の安倍さん ですけれども、その時にはですね松尾芭蕉さんの句を、使われたということで、さまざまなこと思い出す桜かな、うんうん、なるほど、そして2013年の安倍総理ですが、去年ですね、去年ですね、はい、インドネシアの青年の句である、はははへ、日本句というかこれ言葉ですね、うんうん、日本よ咲き誇れ世界の真ん中で咲き誇れ、俳句を多分英語で やる人たちがいて、それって大体すごく短い言葉で、うん、音節数をちょっと数えたりしながらやってるんですよ、はい、それを日本語に訳すと大体こんな感じになるんですよね、なるほどね、うん、多分英語俳句の、あれじゃないでしょうか、なるほどなるほど、ちなみになんですけど、はい、僕新宿御苑のちょっと近所に住んでるんですよね、はい、桜を見る会は午前中なんですよ、はい、その間マンションの我が家ですよ、はい、我が家のベランダに出ちゃいけないんですよ、あ、そうなんですか、はい、そうかそうか、それ私が来るんです、警備なり時間なりってことですかね、警備の問題で、警備か、あ、警備、はい、面してる方は面してる方は出ちゃダメですっていう、竹山さんがベランダに出てると警官を汚すとかそういう話じゃないですか、いや警官を汚すそう違う警官が多分ピンポンってくるんじゃないですかそうか、そっちの警官ですね、大変ですね、ご近所の方とかね、だからあの辺に住んでるマンションとかは結構性があると思いますよ、スナイパーがゴルゴサーキンとかがいたらやばいぞという、うん、どういう人がいるか分からないと思いますか、いやマンションは変な人いないですけどね、うん、はい、うーん、そうか、さあでは続いてはこちらのニュース参りましょう、
先週行われたスタップ細胞に関する話題で小畑さんが会見を行ったわけですが、やっぱりこの話題に触れないわけにはいかないでしょう、ということで、私もね、これ結構いくつか電話かかってきてコメント求められたりしたんですけど、はい、結局コメントを勘弁してくださいってお断りしちゃったんですけど、っていうのはこの人のことについてあんまり厳しいことを言うと、損するんですよ、言った人が損する、何あいつなんて決めと狭いのみたいな言い方感じになっちゃうし、かといって擁護してもろくなことはない、でどっちつかずの意見言ってるのもみっともない、で要するにコメントすること自体がみっともない事件だというふうに判断して、で自分で5枚6枚5ページ6ページの原稿を書けばようやく説明できるけど、20行ぐらいの言葉で簡単に言えるような論評っていうのはこの人に関してはちょっと難しいんですよ。だって実際科学的にどうかとかね、論文としてどうかとかいう話とは別に、あの人一生懸命頑張ってるのに、みんなでいじめちゃかわいそうじゃんみたいな意見っていうのがこれはすごく多くて、テレビとかであれアンケート取ってみると半分ぐらいは、そういう考え、ね、そういう考えの人いますよね。これどっかのテレビ局の、ね、朝番組ちょっと見てたらね、素直のおじいちゃんおばあちゃんたちと、あと理系上座談会って変なことやってましたけど、それの両方の意見を円グラフにしてあれしてましたけど、双方ともほとんど変わらず擁護的でしたよね、半々ぐらいで。ああそうですか。だからこれなんで擁護しちゃうのかっていうのは、スタップ細胞 の可否が分かんないってこともあると思うんですけど、あのムードですよ、あれにはやっぱり、ね、逆らえないんですよ、あの会見のムード、会見のちょっと涙目な感じ、これ小学校の時に、なんかよくわかんないけど泣き出しちゃう女の子とかいたじゃないですか、なんかあれ泣いちゃ泣いちゃったっていうことになるとそうするとクラスのすごく保護的な女の子とかがすっ飛んできて、何よあんたが泣かしたのとか言われて叱られるわけですよ、ね、何もしてないんだけどって言うんだけど、全く男子はとか言って叱られる感じっていうのはありましたよね、でその子がなんで泣いたのかよくわかんないんだけど、俺何もしてねえよとか言って粘れば粘るほど深みにはまっていく感じ、で先生に言われたりして、だから何もないんだけどとりあえず謝っとくみたいな、それ似てる感じ、ちょっと似た感じですよね、空気としてね、あとなんとなくですけどあれですよね、男連中は結構小畑さんのファンで、女連中は意外と厳しいみたいな、ちょっと風潮ありません、化粧とか着てるもんとか、ただそれネットではそうなんだけど、女性もマイク向けられて顔出しで言うと小畑さんに対して厳しいこと言うと妬んでるみたいに思われるのが嫌だって感じがちょっとあったりして、テレビの時の反応とネットの反応が結構別なのが感じられましたですよね、あなるほどね、そうでももう何があるかをやっぱここまでなっちゃうとちょっと気になっちゃうっていうのがありますよね。ただねこれ私が思ったんだけど、私のツイッターでよくやってる記者クラスターっていうかジャーナリストの人たちのご意見の中に 2,3 見られたのが、例えば特ダネを抜いたと、でそれ特ダネかどうかは分からないけれども、これ特ダネですって一番最初に言った人がいて、でもつけてた写真が違う写真でしたって言ったら、その人記者として終わりだと、あるいはその事実として並べた証拠が違ったらそれ記者として終わりでしょうと、で裏を取って出せなかった人と、あやふやのうちに特ダネだって書いちゃった人で、書いちゃった人が勝ちなのかっていうとやっぱり、踏み込みすぎで書いちゃったのはこれダメだと、それにちょっと近いんじゃないかって手の話をしてたんですよ。そうですね、で私今日電車の中でそれを読みながら思ってたんだけど、もっと最近の例として、袴田事件ってあったじゃないですか、であれだってね、証拠が捏造だったでしょ、違う証拠が入ってたじゃん、であの時にみんななんてけしからんっつってすごく怒ってたじゃないですか、でもこれ事件としては違うし、科学的事実のを集める証拠と人を有罪にするための証拠っていうのは同じものではないし一概に同じとは言えないけど、構造としては袴田事件と一緒で、違うデータが入っていた、使い回しの写真がありました、あと操作された、表データが、表示データじゃなくて写真データが潜り込んでましたと、いうことは、裁判の中でこれ違う証拠が入ってましたって話と一緒だから、
その人は捜査員として終わりでしょっていうことだけはもう私はしょうがないと思うんですよ。あ、いや私もねちょうど土曜日に TBS の夜の番組で、はい、毎日新聞の科学部担当の本村さんかな、はい、の方が、うん、横にちょうどね陸上の為末さんがいらっしゃったんですけど、陸上の試合でドーピングを使ってもドーピング出たらその時点でアウトじゃないかと、うん、メダルは剥奪、それが風邪薬を使ってて、うん、いや悪気はなかったって言っても、うん、剥奪は剥奪になると、うんうんうん、だそこはもう冷静にそういうもんなんですっておっしゃって、うん、ああそれはそうかも、なんとなくこう誰もこのね小保方さんがものすごくこれで得をしたっていう感じもないし、うん、儲けたっていうこともないから、うん、なんかそうですね、なんか侍子おじさんとはまたちょっと違うなみたいなそういう見方を知ろうとしちゃうんですけど、で分かりやすくするためにっていうキーワードがありましたけど、まあ実は袴田事件だってね、もしかしたら捜査員っていうのはあこいつの事件犯人に決まってるって思い込んじゃってたから、うん、分かりやすくするために証拠を付け足したりしたんだと思うんですよ、うん、だからってそれは悪意じゃないとは言えなくて、うん、やっぱり本来の証拠じゃないものがあったら自分がいくら頭の中でこれは絶対犯人だと思い込んでても証拠は作っちゃいけないことですから、うん、で科学っていうのはって俺が科学の説教する立場でもないんですけど科学的方法そのものが科学だっていう考え方があって、うん、その科学が何を達成したかとか何を証明したかっていうこと以前に科学的な方法によってたどり着いているのかっていうことの方がたどり着いた先よりも大切だというふうに考えるのが科学者であるというご意見もあるわけですよ、うん、してみると今回のやつはちょっと まずいって言っちゃったなって思いますけども、うん、まずいですよね、うんうん、やっぱ気になるのはね、うん、一番なんだかんだで大切なのは、うん、その人類にとっておそらくいいであろうというスタップ細胞というものが本当にあるかないかという、ここが一番僕らにとっては重要じゃないですか、はいはい、そうなんですよねでもそれはこれから世界中の科学者が追試をして再現実験をして5年6年かけて出てくればいいことで、5年6年かかっちゃうんですか、かかっちゃうんじゃないでしょうかね、だってね、ユニットリーダーだったわけだから、はい、ユニットの人がいるわけじゃないですか、はい、その人たちは見てないんですか ね、 じゃあ全然 ね、 そ、 ねその人たちの意見は出てこないんですか、そうですね、でソロユニットだったのみたいな、あと200人200回自分では成功したって言ってるけど他に成功した人はの意見が出てきてないじゃないですか、そうなんですよね、だからじゃあちょっとやってみって やればいいのかなと思ったりするんですけど、うん、そういうことじゃないのかな、なんかね、うん、でみんなでこうどんどんやぶの中なんですよね、スタッフがあった方がいいわけだから、ないよりあった方がいいわけでしょ、うん、人類のためには、うん、でこれでコツですみたいな話になってくると、なんか幻の料理みたいな話になっちゃう、コツですは違うんでしょうね、科学的にね、うん、研究者がみんなできなきゃいけないもの、なんかあの幻の料理人が、うん、意味不明の調味料を入れたことでみたいなことになりかねないですから ね、 ねえ、まあまあそういういろんな意見が出た会見ではありましたね、うん、ただ意見の問題ではなくて、うん、絵面のとしてあの絵を見て、うん、ああいうふうに訴えてる人を見て、うん、あこの人嘘ついてないみたいな直感を得る人っていうのは結構、うん、テレビ視聴者の中でいるという感じっていうのはありますよね、反応を見てるとね、そうですね、人を信じたいという気持ちからね、なんか伝わってきましたもんね、うん、なんてこと言っておりましたらそろそろお時間でございますか、お時間でございますか、来週は増えるパートナースペシャルということで、このコーナーにも玉結び金曜パーソナリティの増えるわかめちゃんにかかってるの、そうかかってる、利権なんですよねなんで不謹慎不謹慎じゃないですよ、小林遥かナタリーにも入ってもらいます小田島さんにはアーダコーダ、ナタリーと一緒にね行っていただこうと思っております、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、それでは週刊日本の空気コラムニスト小田島隆さんでした、今週もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、さて赤い玉を玉結び、今日はコラムニスト小田島隆さんの週刊日本の空気です、小田島さんこんにちは、こんにちは、よろしくお願いいたします、お願いします、今日のテーマがですね、小田島さん、はい、自分はこうなりたかったのにと、うん、いうことでいろいろと伺っております、私いろんなコロコロ子供の頃変わってたんですけど、一つ覚えてるのは考古学者になりたかった時代が、ああ考古学者、多分半年ぐらいしかなかったありましたよ、なんか私もありましたね、考古学者、ね、憧れた時、化石を地道に木のヘラでね、シャ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 ってね、こういう地味な商売もいいなと思って、ね、あれ憧れますね、うん、でも小田島さん今までコラムニストになる前は前のあれですよ、放送業界で働いてたんですよ、あ一瞬ね、でも一瞬だけですか、うん、AD さんみたいなもんですよ、はい、それが 2年ぐらいやってましたかね、社会がそれがスタートなんですか、いえ一番最初はちゃんと、新卒で食品会社に勤めましたけど、コーヒーの会社に、そうなんですか、うん、それで半年で辞めちゃって、へえ、で30ぐらいまでブラブラしてました
分かんないもんですねって今本をお書きになる人になってるっていう、ね、そうですね、3時までブラブラするっていうことはとても大切です。あ、はい、30までですかねブラブラは。35ぐらいまでブラブラ、35まで許されないですから、やっぱりなるべく長くブラブラすることが後の成功につながると思う、はい、ああそうですか、うん、嘘です嘘です嘘電波でこんなに堂々、はい、さあ小田島さん、はい、どうですか最近は。もう今週はね、忙しかったですか、うん、今年で一番忙しかった、この時期が、うん、なんかいろいろ偶然なんですけど、ゴールデンウィーク前で後ろに倒れてくるものと、うんうん、あと前から引っ張って後ろから引っ張ってきたものと、うん、全部締め切りがせめぎ合ってお互いに、あ、そうなのか、あ、そうだ、普通にこなしてればこんなことにならないんですけど、うん、伸ばしちゃいけないものを伸ばしてきたりとか。いや、でもやっぱりね、うん、仕事っていうのはもう締め切りが直前に出来上がるというもので、うん、締め切りがなければ仕事は成功 ね、うん、完成しないっていう。大変ですね、小田島さんみたいなお仕事の方も、うん、締め切りって言葉は大変です ね、うん、確かにね、うん、気にしないことですね気にしないとね困る人もいますからね。さあ今週も小田島さんにあーだこーだ言っていただきましょう。まずはですねこちらからです。先週土曜日に新宿御苑で安倍首相主催の桜を見る会が開催されました。各界から招待された1万4000人が参加し、あ、そんなに参加されるんですね。安倍首相は挨拶で給料の上がりし春は八重桜という自作の句を披露されました、うん、ということなんですが、小田島さんこれに関してあだこうだございますか。これね、俳句として出来が悪いってことはこれはもう一目瞭然っていうか、多分あの学校の先生が点数つけたらこれ0点ですよ。あ、そうですか。だってあの春は八重桜って、八重桜と春と2つ入ってるでしょ。あ、季語が、季語がこれ、うん、中学1年生で気重なりって2つ入れちゃいけないよって話なんですよ。あ、そうか。俳句ってほら17文字しかないから、はい、あのこういう重複だとかすごく先あの17文字しかないんだから、無駄な文字で一文字でもあっちゃいかんっていうぐらいの作り方のもんですから、まあ、あと何よりいけないのは、まあ技巧的にまずいとか文法的になんだとかっていうのは素人の句なんだから別にいいんですよ。だけどテーマとして給料の入れてるでしょ。でこれはものすごい野暮じゃないですか。あ、なるほど。もうちょっと俗世間すぎるって感じですか。あまりに俗っぽいから。だってそもそも首相主催、あの総理主催の桜を見る会って毎年ずっと恒例でやってて、一応建前としては園遊会と対になるもので、各界の活躍した人を招いて、春の一番春爛漫の桜の時期に俗世間のことを忘れて一つ春の到来をことほごうではないですかってことです。だからあんまり俗っぽい話じゃなくてちょっと風流なことを言いましょうよみたいな。そうですね、設定があるわけですね、はいはいはい、そこなんかもう土足でゴリゴリ踏みにじった、なるほど、ゴム長靴で踏みにじったみたいな。もうだって春八重桜って言った時点でなんか消費税の 8% をかけてるのかなみたいにちょっとね思ってしまうかもしれないですけど、うん、で私これ俳句が下手なのはね別にしょうがないと思うんですよ、ね、うん、誰に作れって言ったってそんな上手に作れる人は今時あんまりいないですね、うんうん、はい、だからあの安倍さんが下手な俳句作ったこと自体は全然責められないんですけど、はい、ただあれだけの立場の人がこれだけ準備する時間も、あったはずですから、うん、あの前々から開催することは分かってたわけですから、うん、とすれば相談する人がいたはずなんですよ、うん、でこれ作ってどうって言って、したらちょっと首相これないっすよとこれ全然ありえないっすよって言ってくれる、うん、側近なり、相談する先生なりがいなかったのかっていうのが一番私が、ね、もうこういう時ゴーストとかいてもいいような気もしますからね。これ作ってもらわなくても、ね、自分で作ったのは、うん、首相この春まずいっすと、春抜けましょうか、あとこの給料これありえないっすって言ってくれる人がいないといけない。なるほど。だからそれが一番あ安倍さんってもう周りに相談する人がいなくなってるとか、あるいは安倍さんに物を言っても聞いてもらえないって周りが思っちゃってる、うん、あの余計なアドバイスをすると煙たがられて遠ざけられちゃうとかって権力者でよくある話じゃないですか、はい、そこまでなってますか、ね、背後からもうそこまで見えましたか、隣のほらキム・ジョンウンさんなんかそうでしょ、ジョンさん完全にね、ジョンさん、はい、余計なこと言うとすぐお前なんか粛清しちゃうぞモードに入っちゃってる、はいはい、今ね、でそのまたお隣のパククネさんも若干そんなムードでしょ。ああ、うん、なんかそんな感じありますね。安倍さんまでそうなってくるとすると、うん、ケネディさんは、うん、ケネディ目線で私見てますよ大体。ケネディ目線で見てる。見てるんですか。
ケネディ駐日大使の目から見ると、うん、北朝鮮はあんな風だし韓国はあんな調子だし、うん、安倍さんがまたこんな風に人の意見を聞かないあるいは、まあ、独裁とは言わないですけど、うん、なんて言うんでしょう、ワンマンな感じになっていってしまってるとすると、うん、結構これ困ったなっていうふうに思ってると思いますよ。そうか、まあ、このね桜を見る会ですけれども、うん、安倍総理大臣は今年の春闘について近年まれに見る賃上げになったと述べた上でこの、賃上げの動きが全国に広がるよう経済の再生に努める考えを示したということなんですね、うん、で参加者なんですが1万4000人と申し上げましたが芸能界からはHKT48 や女優の三田佳子さん、俳優の津川雅彦さん、ザ・ドリフターズの高木ブーさん、落語家の林家三平さんらも参加されたそうです。へえ、なんかこれがよくわからないのあの俗な、はい、いやいや俗な話ですけどね、はい、うちの事務所の後輩のワイルドスギちゃんも昨日呼ばれてるわけですよ、ね、あ、そうですか。でなぜ今ワイルドスギちゃんなんだっていうのがすごくこう、うん、竹山さんは呼ばれないんですよ。2年前だったらわかるけど今呼ぶってことはこれも、うん、内閣というのは相当芸能に疎いなとちょっと思ったんですけど、そう呼ぶなら2年前であると、うん、でも旬から少しなんとかな時呼んだりするんですかねやっぱりね。いやよくわからないですよ、僕こういうの一回も呼ばれたことないので。そうか。で桜を見る会ではその句や和歌を読むのがまあお決まりでございまして、うん、これまで開催された桜を見る会を振り返ると当時の首相は自作だけではなく桜にまつわる著名な句や歌などを引用しながら当時の情勢に対する自分の思いを述べる慣習があるそうなんですね、うん、例えば2009年の麻生さんですが、はいはい、麻生総理はふるさとに早桜蜜ゆえといえば冬の寒さに耐えてこそあれと、これはご自身で作られた、はあはあうん、なかなかね、うん、書道もね達筆でいらっしゃいますもんね麻生さんはね、うん、なかなかでございます。意外な能力を持ってます、そして2007年の安倍さん ですけれどもその時にはですね松尾芭蕉さんの句を、使われたということで様々なこと思い出す桜かな、うんうんうん、なるほど。そして2000の間マンションの我が家ですよ、はい、我が家のベランダに出ちゃいけないんですよ。あ、そうなんですか、はい、そうかそうか、それを出しが来る警備なり時間なりってことですかね。警備の問題で警備か、あ、警備の、はい、面してる方は面してる、面してる方は出ちゃダメですっていう。竹山さんがベランダに出てると警官を汚すとかそういう話じゃないですか。いや警官を汚すやつ違う警官が多分ピンポンってくるんじゃないですか。そうか、そっちの警官ですね。大変ですねご近所の方とかね、だからあの辺に住んでるマンションとかは結構そういうのあると思いますよ。スナイパーがゴルフとかもいるかもしれないです。やばいぞという話ですね。どういう人がいるか分からないと思いますが、いやマンションは変な人いないですけどね、うん、はい、うーん、そうか。さあでは続いてはこちらのニュース参りましょう。先週行われたスタップ細胞に関する話題で小保方さんが会見を行ったわけですが、やっぱりこの話題に触れないわけにはいかないでしょう、ね、ということで田島さん、私もねこれ結構いくつか電話かかってきてコメント求められたりしたんですけど、はい、うん、結局コメントを勘弁してくださいってお断りしちゃったんですけど、うん、っていうのはこの人のことについてあんまり厳しいことを言うと、はい、損するんですよ言った人が。損する、うんうん、あの何あいつなんて決めると狭いのみたいな、うんうん、言い方感じになっちゃうし、かといって擁護してもろくなことはない、うん、でどっちつかずの意見言ってるのもみっともない、うん、で要するにコメントすること自体がみっともない事件だというふうに判断して、うん、であの自分で5枚6枚あの5ページ6ページの原稿を書けばようやく説明できるけど、はい、20行ぐらいの言葉で簡単に言えるような論評っていうのはこの人に関してはちょっと難しいんですよ。へ、うん、だって実際あの科学的にどうかとかね論文としてどうかとかいう話とは別に、うん、あの人一生懸命頑張ってるのに、うん、あのみんなでいじめちゃかわいそうじゃんみたいな意見っていうのがこれはすごく多くて、テレビとかであれアンケート取ってみると半分ぐらいは、うん、そういう考え、ね、そういう考えの人いますよね、うん、はいはい。これどっかのテレビ局の、ね、朝番組ちょっと見てたらね、巣鴨のおじいちゃんおばあちゃんたちと、うん、あと理系上座談会って変なことやってましたけど、うん、それの両方の意見を円グラフにしてあれしてましたけど、はいはい、双方ともほとんど変わらず擁護的でしたよね。半さて赤い玉を玉結び、今日はコラムニスト小田島隆さんの週刊日本の空気です。小田島さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いいたします。お願いします。今日のテーマがですね、小島さん、はい、自分はこうなりたかったのにと、うん、いうことでいろいろと伺っております。私いろんなコロコロ子供の頃変わってたんですけど、一つ覚えてるのは考古学者になりたかった時代が
あ、考古学者、うん、多分半年ぐらいしかなかったありましたよ。なんか私もありましたね、考古学者、ね、憧れた時化石を地道に木のヘラでね、シャ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 ってね、こういう地味な商売もいいなと思ね、あれ憧れます ね、 うん。でも小田島さん今みたいにコラムニストになる前は前のあれですよ、あの放送業界で働いてたんですよ。あ、一瞬ね。でも一瞬だけですか、うん、あの AD さんみたいなもんですよ、はい、それが 2年ぐらいやってましたかね。社会がそれがスタートなんですか。いえ、一番最初はちゃんと、新卒で食品会社に勤めましたけど、コーヒーの会社に。それで半年で辞めちゃって、へー、で30ぐらいまでブラブラしてました。わかんないもんですねって今本を書きになる人になってるっていう、今に至るっていうね。3時までブラブラするっていうことはとても大切です。あ、はい、3時までですかね。ブラブラは35ぐらいまでブラブラ、35まで許されないですから、やっぱりなるべく長くブラブラすることが後の成功につながると思う、はい、ああそうですか、うん、嘘です、嘘です。嘘を電波でこんなに通る。はい、さあ小田島さん、はい、どうですか最近は。もう今週はね、忙しかったですか、うん、今年で一番忙しかった、この時期が、うん、なんかいろいろ偶然なんですけど、ゴールデンウィーク前で後ろに倒れてくるものと、うんうん、あと前から引っ張って後ろから引っ張ってきたものと、うん、全部締め切りがせめぎ合ってお互いに、そうあるのか、あ、そうだ、普通にこなしてればこんなことにならないんですけど、うん、伸ばしちゃいけないものを伸ばしてきたりとか。いや、でもやっぱりね、うん、仕事っていうのはもう締め切りが、そうですよ、ね、直前に出来上がるというもので、うん、締め切りがなければ仕事は成功 ね、うん、完成しないっていう。大変ですね、小田島さんみたいなお仕事の方も、うん、締め切りって言葉は大変です ね、うん、確かにね、うん、気にしないことですね。気にしないとね、困る人もいますからね。見てください。さあ今週も小田島さんにあーだこーだ言っていただきましょう。まずはですね、こちらからです。先週土曜日に新宿御苑で安倍首相主催の桜を見る会が開催されました。各界から招待された1万4000人が参加し、あ、そんなに参加されるんですね。安倍首相は挨拶で、給料の上がりし春は八重桜という自作の句を披露されました、うん、ということなんですが、小田島さん、これに関してあだこうだございます。これね、俳句として出来が悪いってことは、これはもう一目瞭然。てか多分あの学校の先生が点数つけたらこれ0点ですよ。あ、そうですか。だってあの春は八重桜って、八重桜と春と2つ入ってるでしょ、季語が。これ中学1年生で、うん、木重なりって2つ入れちゃいけないよって話なんですよ。あ、そうか。俳句ってほら17文字しかないから、はい、あのこういう重複だとかすごく先あの17文字しかないんだから、無駄な文字、はい、いないね、1文字でもあっちゃいかんっていうぐらいな作り方のもんですから、うん、まあ、あと何よりいけないのは、うん、まあ、技巧的にまずいとか文法的になんだとかっていうのは素人の句なんだから別にいいんですよ、うん、だけどテーマとして給料の入れてるでしょ、はい、でこれはものすごい野暮じゃないですか。あ、なるほど、うん、もうちょっと俗世間すぎるって感じですか。そうそう、 あまりに俗っぽいから。だってそもそも首相主催、あの総理主催の桜を見る会って毎年ずっと恒例でやってて、一応建前としては園遊会と対になるもので、各界の活躍した人を招いて、春の一番春爛漫の桜の時期に俗世間のことを忘れて、一つあの春の到来をことほごうではないですかってことです。だからあんまり俗っぽい話じゃなくて、ちょっと風流なことを言いましょうよみたいな。そうですね、設定があるわけですね、はいはいはい、そこなんかもう土足でゴリゴリ踏みにじった、なるほど、ゴム長靴で踏みにじったみたいな。もうだって春八重桜って言った時点でなんか、消費税の 8% をかけてんのかなみたいに、ちょっとね思ってしまうぐらい、かもしれないですけど、うん、で私これ俳句が下手なのはね別にしょうがないと思うんですよね、うん、誰に作れって言ったってそんな上手に。三田佳子さん、俳優の津川雅彦さん、ザ・ドリフターズの高木ブーさん、落語家の林家三平さんらも参加されたそうです。へー、なんかこれがよくわからないの、あの、すごい俗な、いやいや俗な話ですけどね、はい、うちの事務所の後輩のワイルドスギちゃんも昨日呼ばれてるわけですよ、ね、あ、そうですか。で、なぜ今ワイルドスギちゃんなんだっていうのがすごくこう、竹山さんは呼ばれないんですよ。2年前だったらわかるけど、今呼ぶってことはこれも、うん、内閣というのは相当芸能に疎いなと、なちょっと思ったんですけど、そう、呼ぶなら2年前であると、うん、でも旬から少しなんとかな時
呼んだりするんですかね、やっぱりね。いや、よくわからないですよ。僕、こういうの一回も呼ばれたことないんで。そうか。で、桜を見る会では、その句や和歌を読むのが、まあ、お決まりでございまして、うん、これまで開催された桜を見る会を振り返ると、当時の首相は、自作だけではなく、桜にまつわる著名な句や歌などを引用しながら、当時の情勢に対する自分の思いを述べる慣習があるそうなんですね。例えば、2009年の麻生さんですが、はいはい、麻生総理は、ふるさとに早桜蜜ゆえといえば冬の寒さに耐えてこそあれと、これはご自身で作られたと、うん、なかなかね、うん、書道もね達筆でいらっしゃいますよね、麻生さんはね、うん、なかなかでございます。意外な能力を持ってる、ね、そして2007年の安倍さん ですけれども、その時にはですね、松尾芭蕉さんの句を、使われたということで、さまざまなこと思い出す桜かな、うん、なるほど。そして2013年の安倍総理ですが、去年ですね、ですね、はい、インドネシアの青年の句である。へ、日本句というか、これ言葉ですね、うんうん、日本よ咲き誇れ、世界の真ん中で咲き誇れ。あの俳句を多分英語で やる人たちがいて、それって大体あのすごく短い言葉で、うん、あの音節数をちょっと数えたりしながらやってるんですよ、はい、それを日本語に訳すと大体こんな感じになるんですよね。あ、なるほどね、うん、多分英語俳句の、あれじゃないでしょうか。なるほどなるほど。ちなみになんですけど、はい、僕新宿御苑のちょっと近所に住んでるんですよね、はい、桜を見る会は午前中なんですよ、はい、その作れる人は今時あんまりいないですね、うんうん、はい、だからあの安倍さんが下手な俳句作ったこと自体は全然責められないんですけど、はい、ただあれだけの立場の人がこれだけ準備する時間も、あったはずですから、うん、あの前々から開催することは分かってたわけですから、うん、とすれば相談する人がいたはずなんですよ、うん、でこれ作ってどうって言って、うん、したらちょっと首相これないっすよとこれ全然ありえないっすよって言ってくれる、うん、側近なり、相談する先生なりがいなかったのかっていうのが一番私が、ね、もうこういう時ゴーストとかいてもいいような気もしますけど、ね、作ってもらわなくても、ね、自分で作ったのは、うん、首相この春まずいっすと、春抜けましょうか、あとこの給料これありえないっすって言ってくれる人がいないといけない。なるほど。だからそれが一番あの、あ、安倍さんってもう周りに相談する人がいなくなってるとか、あるいは安倍さんに物を言っても聞いてもらえないって周りが思っちゃってる、うん、あの余計なアドバイスをすると煙たがられて遠ざけられちゃうとかって権力者でよくある話じゃないですか、はい、そこまでなっちゃうんですか、背後からもうそこまで見えましたか、隣のほらキム・ジョンウンさんなんかそうでしょ、ジョンさん完全にね、ジョンさん、はい、余計なこと言うとすぐお前なんか粛清しちゃうぞモードに入っちゃってるじゃないですか、はいはい、ね、で、うん、あのそのまたお隣のパククネさんも若干そんなムードでしょ、あ、うん、なんかそんな感じありますね、で安倍さんまでそうなってくるとすると、うん、ケネディさんは、うん、ケネディ目線で私見てますよ、大体ケネディ目線で見てるんですか、ケネディ駐日大使の目から見ると、うんうん、まあ、北朝鮮はあんな風だし、韓国はあんな調子だし、うん、安倍さんがまたこんな風に人の意見を聞かない、あるいはまあ独裁とは言わないですけど、うん、なんて言うんでしょう、ワンマンな感じになっていってしまってるとすると、うん、結構これ困ったなっていうふうに思ってると思いますよ。そうか、うん、まあ、このね桜を見る会ですけれども、うん、安倍総理大臣は今年の春闘について近年まれに見る賃上げになったと述べた上で、この、賃上げの動きが全国に広がるよう経済の再生に努める考えを示したということなんですね、うん、で参加者なんですが1万4000人と申し上げましたが、芸能界からはHKT48 や女優の